どうも、ヒルサカイのジャマイカです。はい、今回なんですけども、珍しくですね、ちょ、運営さんに向けた動画っていうんでしょうか、これは。最近ね、この団体競技場アップデート入ったじゃないですか。団体競技場ね、そのアップデートが見事に批判食らいまくり、もうやめてくれやめてくれのね、嵐なんで、ユーザーの意見として。そちらをですね、ちょっとどの辺がやべえのかっていうのをちょっと動画にしていきたいなと思います。まあ、なんでね、今回動画内で害悪プレイみたいなものを紹介するんですけども、なるべくね、やらないでください、皆さん。まあ、ただね、荒野行動さんのアップデによる仕様なので、まあやる人はまあいなくはないだろうなっていう感じなんですよね。まあ、なんでね、今回紹介する内容ですね、運営さん、これ見てましたらぜひ改善していっていただけるとありがたいです。まあ、一応運営さんに向けた動画なんですけど、今見てる視聴者の皆さんもですね、普通に楽しめる動画になってますので、最後まで見ていっていただけるとありがたいです。ってことで、早速いきますよ。せーの、やっていこうじゃないかー。ということで、いきましょ。よし。ってことでね、まずね、害悪プレイの最初のやり方なんですけども、とりあえず、最近追加されてこっちですね、個人用救助力。こちらね、初手から実は買えちゃうんですよね。600円だけど。これ600コイン結構高いんだよな。まあ、高いんだが、200余るじゃないですか、これで。これで、実はね、武器もう一個買えちゃうんですよ。それがまたサイガ。SK12。はい、こちら持っていきましょう。これで、唐突にね、敵が来たとしても大丈夫。ってことで、この一戦目はね、とりあえず、死ななければ、この物資が引き継がれるんで、次の戦いに。まあ、なんで、とりあえず死なずに、最低限のね、エコの戦い方でいきますか。よし、行きましょう。てか、ま、引き継がれるって言ったんですけど、やっぱりね、この救助役も引き継がれるんで、これね、裏技っていうのが、ま、普通に、ま、できちゃうんですけど、次の回でね、これ、もう一個変えちゃうんで、2個持つことができちゃうんですよね。まあ、しかもこれ多分2回使えんじゃないかな。持ってる個数だけ使えると思うから、まあ、普通にやばい。普通にやばい。まあ、今回ね、この戦いを見て、批判が湧かないはずがないかなっていうのも、まあ、ありますね。まあ、ちゃんとした害悪な戦いはちょっと2戦目からかな。まあ、1戦目に関してはもう特にやることはないかな。ちょ、とりあえずサイガで、敵倒せればいいけど別に。とりあえず死ななければ OK。やっぱね、この団体競技場の変化がね、めちゃくちゃ批判湧いてるんですよ。まあ、そもそも別ゲーに似すぎてるっていうこのシステムね。そして、物資。なんかいらねえんじゃねみたいな。なんか中身がね、結構豪華すぎて、買ったもん勝ちみたいになるっぽいんですよね。まあ、正直あってもなくても僕としては買わないかなって思ってるんですけど、いかがでしょう。あぶねえ、あぶねえ。これ確実に死ぬね。どうしようか。これ確実に負けるな。スモークとかも変えてない事件だから、ちょ、普通にこれきついね。まあ、無理だね。この玉よけセンス、この玉よけセンス、バレてない、バレてない。まさか、あ、やばい、バレたか、バレたか、バレたか。よし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 。あぶね。だが、これは死んだ。これさすがに死んだ。あくそくそまあ次の試合に勝てれば、実質ね、2個になるから大丈夫。600買って400か。400って何が買えるんだろう。いやー、渋いね。MP5。ワンチャン MP。ワンチャン MP で行くか、ちょっと。よし、行くか。ちょ、今回の試合、ちょ、勝たないと3戦目に突入できないので、ちょっと。こいつを温存しながら、ちょ、3戦目に行くか。てか、なんかさっきの感じ的にさ、アンチダメ弱くなった、ちょっと。なんかもうちょいギリギリな止血耐久だった気がするんだけど、結構余裕で止血耐久できたね、あれ。止血めっちゃ買ってたら超耐久できそうじゃない？さらに害悪なこと思いついてた。もう、ゾンビ。無敵のゾンビ。アンチ外ゾンビが誕生する気がするんだが。てか、アンチが極端すぎるよな、この団体のマップ。ちょ、物資落ちてこないかな、物資。あ、物資来た、物資来た。物資来た。ちょ、物資見よう、物資見よう、物資見よう。ちょ、取んないで。俺の物資、俺の物資。来たー。UG。そして個人要求条約もう一個落ちた。これ来たぞ。3個持ち来たぞ、俺ワンちゃん、これ。来たー。ちょ、先行だ、持っとこう。個人要求条約3個持ち &AUG。もう神展開いきましたね、これ。物資強すぎん、マジで。しかもさ、あんな端っこのやつ誰が取んねん、マジで。おい、びっくりしてんじゃないの。え、敵 AUG 持ってんだけど、みたいな。マジかよ、って。相当ビビってるぞ、今。おいよ。こっちの閃光弾も持ってくから、流して。詰めてくるときに置き閃光弾食らわせてやるから、ガチ来いよ。あ、今ね、めちゃくちゃ来てる。ナイス。やばい。危ねえ。
たまたまびっくりした、たま止まった、危ねえ、マジで。よかった、勝った。よし、さあ、そして来ましたか、ついに。来ましたね、ついに、この時代が。これやっぱ買えないね。スナイパー買っちゃうと、買えないんだね、これ。個人要求条約。まあでも、1個前の試合で、残ってるやつを使えば、言うてね、この展開無敵ゾンビが誕生するわけですわ、これで。これ最強じゃね。しかも AUG 拾ったから、8スコ AUG も使えちゃうっていう。なんだ、この団体競技場。なんかさ、団体競技場とかメインストリートってさ、もう完全に打ち合いを楽しむゲームみたいな感じの認識があるからさ、なんかこういう通常マッチ要素みたいな、エンジョイ要素とか、そこまで俺欲しくはないんだよね。まあ、ただみんな的にはどう思うのか分かんないけど、まあ、エンジョイしたいよって人ももちろんいるだろうし、そういう人たちからしたらどう思うのかちょっと分かんないけど。あ、いるね。あいつ、どてピン。ピンって、ピンって。あ、じゃあ外した。くそ。これ一回ダウンしたいな、俺、逆に。逆にダウンしたいまである。はい、あ、くそ。はい、オッケー。はい、オッケー。よいしょ。あれ、死んだ？はい、オッケー。ちょっと俺のこと殺してくれ、頼め。俺、復活してんだ、俺は。俺のこと殺してくれ。あいつ、やんない方がよかったかな、言うて。あ、やべ。頑張れ！お前まだ生き残れる。まだ生き残る。これ終わっちゃうから、これ死んだら。頼むよ。頼む、マジで。やばい、やめろ。お前行くな、行くな。まだ行くな。まだ行くなよ。詰めちゃダメだ。頼む、俺のこと殺してくれ。あー、死んじゃったー。これ積んだな。あ、終わっちゃった。さあ、ということで2戦目にやってまいりました。お、マジ？くれんの？ありがとう。え、神すぎる。何こいつ？ありがとう。パチッたみたいな感じ。すごい、そんな冷ややかな目で見ないでくれよ。返しな。すいません。なるほどね。ここパーティー組んでんのか。パーティー組んで。私のミスです。申し訳ありません。パーティー組んで、あれだね、アサルトのやつに、これを先に用意させてんのか。なるほどな。これ、そういうプレイもできるわ。だから多分ね、5人パーティー組んで、4人がサイガと、この個人要求条約買って、1人がアサルトとか、まあ、スダとか持って遠距離から戦ってしまえばもう、そいつ無敵のね、傭兵が立ち出来上がるんだが。これ、物資ちょっと待ちたいね、アンチ内だし。この辺に岩が多分いっちゃん近いから、この辺に岩出待機。よいしょ。ちょっと遠いなぁ、ほんで。お、ナイス。戦ってんの1人しかいないけどな、言うて。あ、てめえも物資狙いか？じゃあ俺こっち取るわ。気づかないで。やばい、気づかないで。やばい。よし。今、うまい具合に車線切りつつ、おい、こいつかな？こいつから車線切りつつ、武士取り来た。よし。AUG！ これ AUG 確定なんかな？なんか毎回 AUG だよね、これ。4スコ AUG とかでいきますか。ほんじゃ。嘘でしょって言いたいけど自己蘇生があるのこの遠距離での戦いは自己蘇生最強ということで、まあ、1個使ってね、もう1個をね、さすがに取っておきたいなと思います。体力も3割ぐらいあるし、あれかな、一発ぐらい耐えんのかな、遠距離。まあ、そして自分が蘇生される位置とか考えてやれば一発耐えれそうだね。生き残れそうではある。来いよ。ヘイヘイヘイ、調子はどうだい。ヘイヘイ、最前線頑張れよ。最前線いけ。あー、死んじまったか。どうまい。でもまだ俺は絶対に生き残るっていう、もう見えてるから、目に見えてるから俺が生き残ることは。よし、さあ、そしてこちらの物資も取っていきましょうか。木のみさあ、あと1人頑張れ、行ってこい。5番行ってこい。それ勝てるぞ。まさか耐久、いや、いるな。ナイス、もう1枚いるぞ。ナイス。さあ、ということで、まあ、1戦目はね、結構味方に任せつつ、戦ってきましたが、個人要求じゃ、ここでね、買えないんでね、スナイパーですね、スナイパー。ここに来てスナイパー、もう遠距離最強なんで、このゲーム。このゲームは個人要求条約がある限り、遠距離がもう最強です。ってことで、まあ、ちょっと弾がね、アサルトライフル弾少ないので、買っときましょうか。よし、オッケー。はい、完璧無敵の遠距離スナイパーできました。個人要求条約を持ったスナイパー。これこそが、この団体競技場アップデートが入ってから、最強の戦法ですね。はい。この麦畑の地形とかさ、車線切ってこのスナイパーのやつを倒しに行くとかいう動きとかもできないからさ、ガチでむずくない普通に。あ、いや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 、やべ、格殺が苦手マン。あ、格殺が苦手マン。どんだけ。あ、あいつ、ワンちゃん。はい、ヘッドライン合わせていく。惜しい。クソ。やべ、4スコ。オーケー、ナイス。ちょ、一回死にたいね、どうせなら。どうせなら一回殺してもらいたいな。どうせなら一回殺してほしいんだが、あいつうまそうじゃない結構。いいよ、殺してくれ俺のこと。まあ、人数を減らしておく、特に越したことはないからな。こっからか。あ、死なない。来いよ。へい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 
ヘイヘイ殺してくれヘイヘイ、オッケーオッケー、ナイスナイスです。で、確殺が入る前に、あいつは死んだと思わせといて、もう先にね、個人要求条約で自己蘇生をすると。最強。最強マジで。で、あいつは俺が死んだと思ってか甘えるんですよ。ああいうやつはね。で、その間に俺は横からただただ刺すだけでオッケー。はい、ナイス。まあ俺は見てるだけでも勝ちたいそうだな、これは。味方がうまいね、今回。せっこいつも甘えるから、俺が死んだと思ってるから甘えて、で、ヘッドしっかり抜いていく。はい、え、あいつ自己蘇生かってなって敵も俺へのヘイトをね増やすんですよ。あたたあたたよあたたよ、お母さんお母さん。まあここは別に死んでも特に変わらないんだけど、まだ狙撃とか残しておきたいから、ここは死にたくないね、なるべく。狙撃もこの次の回に残して、これグレもあるんだよな。さすがにグレ使いたくねえけどさ俺は。いや、先行弾ならいいだろう。先行弾、はい、先行弾食らったんじゃない、食らったんじゃない、先行弾、セコダ食らったんじゃない？強すぎる。強すぎる、これ。マジで。やばいでしょ？もう完全別ゲーだよ、こんなん。はい、どうぞ、いかがだったでしょうか？まあ、工夫すればね、多分、個人要求条約、最大で10本くらいは多分持てるんじゃないかな、多分。うん。物資と、あと、クインテッドでパーティー組んだ時とかも考えると、多分、そんぐらい持てるので、ね、この仕様ね、ちょっと微妙かな？うん。まあ、ちょっとそれはそれで面白そうなんで、また別の動画でね、個人要求条約めちゃくちゃ取ってみたみたいな。最大上限数持ってみたみたいなものもね、取れたらいいなと思ってるんですけど、物資とかに関して、まあ、せっかくさ、グレが団体競技場からなくなったっていう話だったのに、まさかの物資からグレが湧くようになっちゃったからさ、もうなんか、よくわかんなくなってるよね。まあなんで物資いらないんじゃないかな。まあどうせ物資出すなら、個人要求条約1個を物資から出すみたいな。で、自動販売機には売らないようにするとかやった方がなんかバランス取れそうじゃないですか。やっぱ物資からね、やっぱレア度高い物資がね、手に入るっていうのはありがたいし、まあ AUG とかはさ、なんか打ち合いに支障出ちゃうからやっぱ良くないじゃん、ああいうの。まあとりあえずね、Twitter とかまあいろいろ見る感じ、めちゃくちゃ団体競技場新しいやつ批判湧いてたので、今回はこの動画を撮らせていただきました。ってことで、まあこんな感じでね、今後も運営さんに向けた動画も作ろうかなと思ってますのでね、ぜひ。もしよかったら皆さんも見ていっていただけるとありがたいです。ではこの動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価していっていただけると嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。